自民党安倍派の政治資金パーティーの問題をめぐり国会では松野官房長官に対する不信任決議案の採決が行われ与党などの反対多数で否決されました立憲民主党稲富周司衆院議員政治家の裏金作りは想像も及ばない悪行であり政治に対する国民の信頼は地に落ちたと言わざるを得ません不信任案を提出した立憲民主党は 政治資金パーティーをめぐり、裏金、疑惑が持たれている松野官房長官について、その職に居座り続ける限り、国益を大きく損ない続けるなどと指摘、総理が交代させるべきだと迫りました。不信任案は与党などの反対多数により否決されましたが、公明党の山口代表は、否決したから即信任したと同じ評価をするべきではないと話しています。 岸田総理この秘訣を受けて、てて松野長官にに職務たたたっていいいだきたいと考えています。岸田総理はこう話しましたがあさってにも松野長官を含む安倍派の閣僚4人を交代させる意向です一方立憲民主党は松野官房長官への不信任決議案に続いて内閣不信任決議案も提出する方向で調整しています 以下はネットユーザーザのの反応をまとめたものです。が鉄が噂される松野官房長官に対する不信任決議案が否決されました強い効力を持ちすべての議案に先んじて本会議で審議される内閣不信任案と比べると効力は弱いですが参院で審議される救済法などへの影響を考慮した結果と考えられます 連立を組む公明党の山口代表からは、否決は促進人ではないという発言が出て更迭を促されるなど、政府・与党のちぐはぐな対応が目立ちました形式上は松野氏が政府に迷惑をかけたなどの理由で辞表を提出する形になると予想されるとはいえ、更迭する閣僚に引き続き職務に就いてほしいと述べる総理の言葉も虚しく響きます。 注目点としては補正予算に賛成した国民維新のほかたびたび不信任に欠席してきたれいも不信任賛成に回ったことで一定程度の票数が出たことです内閣不信任案の提出の可否賛否についても会期末に向けて中止が必要です不信任案に反対するということは自民党は松野さんを信任したということだ 今回の不信任案を否決してその後に更迭するまともなロジックなどあろうはずもないこんなロジックの通らないいい加減なことばかり繰り返してきたのが自民党ということ立憲などの野党は不信任案を出して自民党がいかに矛盾だらけの存在かを示したあとは有権者のそばがこの状況を見てどのように判断を下すのかということ もし、次も自民党が選挙で勝つようなら、こんな自民党を有権者は信任したということになる。野党がだらしないからとか言い訳にはならない、日本の有権者にまともな判断能力があるのか、日本の民主主義は本当にまともに機能しているのか、日本国民の民度が試される選挙になるだろう。 例えば今国民投票ができたとしてかつ正確に1人1票をカウントする技術があったとしたら即刻辞任することになったと思うそれだけ現在直接民主的な民意と議会制民主主義の民意がかけ離れていることを意味するその点を分かって松野氏があのような悪い顔をしているとしたら次の選挙で痛い目を見ることになるのは与党だと考えた方が良いと思う 不信任案が否決されたのだから数日後に本人の辞任やら岸田による解任、交代など論理的に考えてもありえない不信任案の否決に対して説明がつかなくなる仮に実行すれば国会軽視も甚だしいということになるどちらに転んでも岸田政権は支持率1桁までいくことになりそう自民党議員の不信任決議案を出しても 自民党および公明党が衆議院の63%もいれば可決されるわけがないまずは自公連立政権の数的な絶対的優位を打破することが肝心だ与野党が白昼するように意図的に国会形成をしていかないと数で押し切られてしまう そういう意味では今回の政治資金パーティーが裏金作りのために存在することが明らかになって、国民にとってはいい刺激になるはずだ。官房長官をはじめ関与を指摘される議員すべてが検察の捜査が派閥に入っていることを理由にコメント。答弁を差し控えるとするが、自身が検察当局の取り調べを受けているなら、その受け答えが捜査に影響を与えるとの理由になりえるが。 現況ではは全くもって理由にはならず、国民の代表者としての議員の責務を放棄していると思うましてや一議員ではなく官房長官との立場であれば説明を差し控えるとの態度で終始し,し時間を稼ぎ収束を待つとの態度は感受できないとしもう宏池会に対する首相の会見も同様であり残念との寂しい意見しか思いつかない 松野官房長官は信任され今後も岸田首相の右腕として精力的に活躍されることでしょう国民はその卓越した手腕に多くの期待を寄せており松野氏のこれまでの実績と今後のさらなる活躍に期待し心から支持いたしますインフォーマルな政治活動とプライベートを充実させるため フレキシブルで柔軟に使える裏金の利用価値は高く政治活動に裏金は必須であると議会は判断しましたこの政治資金パーティー問題は不信任には至らない軽微な問題であると議会が判断したのです松野氏これをよしとし自己肯定感を高め裏金を有効活用し国益のために一層尽力されることでしょう このあと岸田直々に松野を解任するとしたら国会軽視だよね国会では本意を表明せずに裏で内閣の意思で松野解任なんてしたら国会なんていよいよ意味ないとなる何にでも党議拘束つけて自分で考えることを放棄した議員の集まりイコール政党じゃ日本が良くなるわけない官房長官でこのありさまなんだから 他の議員も当たり前のようにパーティーやら講演会で不正資金が使われていると思う一国民として許せないし親議員だった子供へと権利が移るいわゆる二世議員への資金移行で相続税がかからないという違法も行われたりと国民をバカにしすぎ議員による無駄遣いを洗いざらしたら税金の大いなる節約になると思う 国会でででは解任任きないいがが岸田総理が責任を持って更迭するというとううころでしょうか国会閉会後は安倍派の松野官房長官に止まらず自民党全体に厳正な捜査が及ぶのは確実かと思います今のままの構造では誰が総理大臣になっても政治は変わらないし良くなりません 投票しない人たちの政治的無関心もそうですが、わずか18%の得票率で当選できる選挙システムに大きな問題があります。小選挙区比例代表並立制の弊害が大きい。選挙に金がかかりすぎるという触れ込みと二大政党制を目指すという建前で創設されましたが、金の問題はなくならずに二大政党の交代なども実現には程遠い状況が続いています。 勝手の中選挙区に戻したら、自民党同士でしのぎを削って、政策を訴える選挙戦が繰り広げられます。党の中央、特に幹事長に議員の公認権が集中し、官房長官に機密費が毎月1億円も融通される仕組みを変える方が先決だと思います。